アンドロメダ人とは、彼らは固有の種で、アンドロメダ星系に存在します。彼らは、宇宙に何千と存在する中の、単に一つの種でしかありません。彼らの中でも、とりわけ私が接触し、私に情報を与え、シェアしたのは、人間でした。彼らの肌は、明るい白から明るい水色で、背丈はおよそ120〜240cm。彼らはすべてにおいて人間でした。戦争中にライラが崩壊した際に、ライラ星系の中の一つの星が爆発するずっと前に、その戦争中に種を保存するために銀河宇宙の方々に移住も兼ねて散っていきました。そういうわけで、宇宙に存在するすべての人間はライラから発症したのです。移った先の星の環境の違いによって、世代を重ねるうちに肉体的変化が起こっていきました。その星の土地の質や有機物などの構成物質の違いなどによって、肌の色に違いが出るのは、彼らがさらされた星の遺伝物質に関係しています。そこが基本的に彼らが来た場所ということです。今は、ライラには人間はいません。彼らはアンドロメダ星系にいます。アンドロメダ人は太古から存在する種族です。基本的に彼らがどこにいようとたった一つの政府から成り立っています。彼らの社会はだいたい4700年、スピリチュアルのレベルで私たちのよりも先へ行っています。テクノロジーのレベルで言うと、約5万年進んでいます。テクノロジーとスピリチュアルの間にはバランスが保たれていて、彼らのテクノロジーは、スピリチュアル面での進化の必要性に応じて発展するのです。ですからテクノロジーは、彼らの身を守るために発展するわけではありません。そのことに使用されることはありますが、この年数をどのように測るかについては、私にはわかりませんが、それが彼らが私に表現し、伝えたものだったからです。彼らはそもそも時間という概念を使いません。彼らの世界には、そんなものはないのです。私たちに考慮して、私たちが理解できるように、そういった年数を使って私に伝えたのです。彼らは、言葉を話しません。すべてはシンボルで表現されて、種全体がテレパシーを使っています。そこには全部で28種の種族がいて、そのすべてが人間というわけではありません。多くは異次元間にいたり、プラズマ体であったり、有機体であったりします。そもそも人が認知できる以前から、つまりライラから来た人間がアンドロメダ人になる以前から、彼らは存在しています。次元を超えた空間には多くの生命が存在していて、仮に私たちが5次元の世界にいるとしたら、私たち自身では自分たちを肉体を持った存在と認識できますが、3次元の存在からは5次元にいる私たちはスピリットだけの存在に見えます。ですから、それぞれの異なった次元には生命が豊富に存在していて、それは私たちが認識できるものとは完全に違っているのです。なぜなら私たちが認識できるのは3次元のレベルしかなくて、4次元の世界ですらかなり違います。4次元ではまだ肉体を持って存在しうるけれど、動物や昆虫たちが存在する次元はそれより低いと思いますが、正直言ってはっきりとした定義はわかりません。というのも彼らに尋ねなかったからです。私が関心を抱いていたのは私たち自身のことでしたし、これからどこへ向かっていくのかが焦点だったからです。3次元と4次元の真の違いは意識にあります。4次元の世界では考えたことをほとんど瞬時にして作り出すことができます。考えたことが何であれ、ほとんど瞬時に現実化することができるのです。ですから、
考えること一つをとっても大きな責任がかかってきます。それに4次元では、よりグループマインドが強くなります。4次元では、皆がテレパシーを使えるので、皆お互いの心を読むことができます。隠し事はできないので、本当の自分でいなければいけません。さらに4次元では、皆投資能力を持つようにもなります。生命が放つエネルギーフィールドなどが見えるようになります。つまり、もし何か隠し事をしていても、瞬時にして見破られてしまいます。彼らは、私にこうも言いました。もし私たちが4次元に移ったら、裁判制度も変わることになると。5次元に至るまで、ポジティブとネガティブは未だに存在していて、日々に生活の中で、かなりの程度で、その二面性を経験することになります。何が起こるかというと、裁判官と陪審員がいて、両者ともに投資能力を持っています。彼らはエネルギーフィールドを読んで、誰が真実を言っているのか見定めるのです。そして全ては、そのエネルギーによって判断されます。言葉ではなく。四次元では、誰かとすれ違ったり、手を触れたりするだけで、瞬時にその人のことが全て分かってしまうのです。ですからさっきも言ったように隠し事はできないし、皆が皆本当の自分でなければいけません。そしてもし何かよからぬ計画を立ててやることを選んだとしたら、それはそれでその機会を与えられますが、それは瞬時にみんなに知られることで誰かの目を逃れることはできません。基本的に、彼らの誰もが皆、進化するために必要なものは何でも与えられます。彼らの社会には、他にもたくさんの種族がいて、それぞれが個性を持っています。そのそれぞれが持った特定の価値観に基づいて、私は、すべては種が持つ固有の価値観によって説明がつくと理解しています。アンドロメダ人たちの文化に関して言えば、子供たちは学校へ行くし、子供の出産過程も私たちと同様に肉体的に行われます。彼らはだいたい120から150年学校へ通います。彼らは名だたるすべてのサイエンスとアートを学ぶのです。私たちのものと比較をすれば、それはそれらのすべての分野で博士号を取るようなものだと思います。そして、それらすべてを終えた後で、彼らは進化するために何を選んでやっていきたいかを決めるのです。それに、何をやるかはいつでも変更できます。すべての目的は、魂の進化にあります。彼らは、それを成し得るために必要なものは何でも与えられます。私は、犯罪のようなことが彼らの社会で起こっているのは見ませんでした。犯罪のような類のものは何であれ、彼らが最も重きを置いているのは教育です。大切なことから注意を背けさせるようなことではなくて、私が観察し、見たものから言うと、彼らにとって教育的ではないものは、彼らは単純に興味はありません。彼らの中には、常に教育面とスピリチュアル面で進化していくということが根付いているのです。そしてそのために必要なものは何でも誰もが利用できる環境になっています。私は彼らがそれらのためにお金を払っているようなことは見ませんでした。私の知識に基づけばそのようなことは存在しません。アートや音楽もすべて彼らにとって重要なことです。でも、それらは私たちのものとはかなり違っています。アートは彼らにとって想像することであって、ものは頭の中に存在する考えから想像される。彼らの表現で言えば、イズネスからです。プレアデス人たちはクリエーションと呼び、私たちはゴッドと呼びますが、考えや自然から作り出されるものを彼らはアートと考えるのです。彼らは頻繁にホログラフィックテクノロジーを使います。
彼らにとっての音楽は宇宙なのです。特定の惑星が太陽を回る際に生じる音だったり、他の太陽系が太陽を中心に回る際の音だったり、それらのすべてが生み出すエネルギーや音が彼らにとって音楽なのです。そしてそれら他の星系や何かからの音を重ね合わせて音楽を作ります。そういうわけで私たちのものとは違っています。彼らの日々の生活について、例えば私が彼らのマザーシップの中で見たものを言えば、彼らは睡眠をあまり必要としないようです。理由は単純に彼らは常に癒されているからだと思います。精神的にも肉体的にもとても癒されているのです。自分たちがどのような状態でいるか分かっています。夜も昼もありません。彼らはそれを経験する必要がないのです。他の種族は睡眠をとるでしょうが、アンドロメダ人に関しては違うようです。彼らは定期的にストレッチをしているような感じです。そしてもっともっと経験し、常に進化しようとしています。幸せな人たちです。彼らは私たちが表現するようなほどの感情表現はしませんが、実際彼らから聞かされましたが、この宇宙全体を見ても私たち地球人ほど感情の振り幅が大きい種族はほとんどいないそうです。彼らはいつも素晴らしい空間に身を置いています。彼らの文明は物事を決めつけるようなことをするものではありません。彼らは彼ら自身や他の種族のやり方、生き方を認め受け入れています。彼らの生命を脅かすようなものを除いては、彼らは何に向かって進化しているのかといえば、常に最良の状態にいて完全に全てと一つになることだと思います。全部で11の創造次元があり、私が理解しているのはそれぞれ次元では肉体をもってする姿が変わるのです。彼らが主として持つゴールは、彼らが今いる3、4、5次元からその上の6、7、8、9、10、そしてさらに上の11次元まで行くことなのではないかと思います。そして今では新しい次元が12番目として生み出されています。彼らはただ進化することを続けるのです。誰も究極の目標が何なのか分かりません。なぜなら彼らが接している9、10、11次元の存在たちも進化することを続けているからです。そして今では12番目の次元が私たちの宇宙には存在し始めました。ですから9、10、11次元にいる存在たちもその新しい次元に引き寄せられて、その次元を経験し始めました。そのような理由で誰も究極の目標が何なのか分かりません。彼ら自身もまだ神が何なのか探っている状態ですし、彼らはそれが存在しているということは分かっているけれど、実際それが何なのかということになると誰も分かりません。ですから彼らはそれをイズネスと呼んでいるのです。それは単にそこに存在するフォースとして捉えています。そして私たちがどのようにそれを捉えるかは、私たちが持つ価値観に基づいてどのように私たち自身を見るかによります。その価値観に基づいて私たちはエネルギーを利用して創造するのです。彼らアンドロメダ人は9、10、11次元の存在たちと接触していると言いましたが、その高次元にいる存在たちが彼らや人間にとってどのような存在なのでしょうか？それは純粋な意識として存在しています。彼らの日々の生活がどんなものなのかはわかりません。想像すらできません。彼らがどんな存在なのか？それは光です。ただ光があるのみです。私が知っているのはそれだけです。アンドロメダ人の能力について、彼らが持つ能力は
地球人の皆が隠し持っているものです。彼らは私たちの社会のように多くの問題を抱え、ダメにされた社会で生きてきていません。彼らは皆テレパシーと透視能力を持っていますし、みんながヒーラーでもあります。なぜなら皆サイエンスのすべてを教わるからです。彼らはただ一体となって存在しています。私にはそのような言い方でしか彼らを表現できないと思います。彼らは完全に一つになっているのです。すべての魂が自分自身が誰なのか分かっていますし、今までどのような道のりを経てきたのかも理解をしています。それに、誰もが自分自身どのような輪廻転生を経てきたのかも理解しています。彼ら個人個人が魂としての課題を持っていて、毎回生まれ変わるたびにそれをしっかり意識の中で自覚しています。だから彼らは自分たちがどこへ向かっているか分かっているのです。人生を繰り返すたびに自分たちが改善していくのを自身で分かっています。もしも私たちがこんなにダメにされた状況にいなければ、彼らと同じ能力を持っていたはずです。彼らと同じ進化の段階に入れたはずなのです。けれど私たちは過去5700年の間に信じられないくらい欺かれ操作されてきました。日々かなりのレベルで、実際にその地球人に対する操作が始まったのは1万4000年前です。つまりオリオングループが私たちの DNA を操作し始めた時からです。ですからアンドロメダ人が私たちより優れているかといえばそうではありません。ただ私たちとは違うだけです。その地球人に対する操作のせいで私たちは少し彼らより遅れていますが、この場合一番大切なことは私たちは皆スピリットだということです。私たちは魂を含んでいて、その魂は全ての一部なのです。そしてその魂は懸命にその存在を分かってもらおうと私たち一人一人の中で努めています。そしてそれが成功を見てない理由は、一つに私たちが持つ物質主義とそれに基づく根強い価値観があって、地球人が肉体のみの存在であるという考えから離れられないでいるということがあります。そして本当の真実や私たちの本質から私たちが何者であるのかに至るまでスピリチュアルの教えを含み、それらは私たちの見えるところから覆い隠されてきているのです。そして私たちは真の私たちではないものであるということを信じ込まされています。つまり私たちは肉体的であり動物として存在しているということをです。でもそれは違います。私たちは魂なのです。そしてその魂が肉体に活力を与え動かしているのです。